チャンバール川はインドの川で全長1 0 2 4トル、流域面積は143,219平方キロメートルである。国の中央部を流れるヤムナー川の支流として、より広範なガンジス川流域に属する。源流部から北北東にマディアプラデーシュ州とラージャスターン州を縫い両州の宗教となり、南東に向きを変えると、 ウッタルプラデーシュ州でヤムナー川と交流する。チャンバール川は、マディアプラデーシュ州の西部にある、ダール県とインドール県の境に起源がある。この河川は、古代文書にも記述があり、伝説が語り継がれてきた。四季を通じて、水が枯れることはなく、支流とともに、マディアプラデーシュ州北西部のマールワ地方を潤す。支流は広くウッタルプラデーシュ州バー近郊のパーチナーだから、 ビンド地方とエタワー地方の中間を流域としており、クワリ川、ヤムナー川、シンド川、プハジ川を集める。サイカ流のバナス川は、北西のアラーバリー山脈からラジアースターン州を流れおり、前日の五河川をまとめてチャンバル川へ注ぐ。環境汚染を受けていないとされるチャンバル川には、淡水性の豊かな動物層が見られ、ワニ類二種として大型の沼ワニと、 インドガビアル、淡水性のカメハッシュ、あるいはビロードカワウソやガンジスカワイルカ、鳥類ではアジサシモドキ、シロアジサシ、オオズルやセイタカコウなどが生息する。ラージャスターン州、コーター近辺の流れ全長 1020km 余りのチャンバル川は、マディアプラデーシュ州インドールから 675km ほどに、ある海抜 843m のビンディア総岳北面から発する。 近くの町をマンダーブ・マンデイブという 380km 近くにわたり州内をほぼ真北に駆け抜けると宗教を越えてラージャスターン州内をおよそ 250km 進みさらに 215km ほどの区間はマディア・プラデーシュ州との境界続いてウッタル・プラデーシュ州との境界として 150km 流下する川口部は そのおよそ3 0トル先のジャラウン近郊にあり、海抜1 2 2ルでヤムナー川と合流すると、やがては、ガンジス川の流れである。源流からヤムナー川との合流点まで、チャンバル川の川床は、海抜でおよそ7 3 0ル低くなる。特に最上流部の3 0トル圏では、高低差が3 0 0ルある。続く3 1 0トルほどで、 チャラシ川上に至ると海抜はさらに195メートル下がり、渓谷が川を迎える。高田の町の近くではさらに90メートル低く、平坦なマールワラヒラからガンジス川流域まで平均勾配0.21メートル、キロメートルで緩やかに流れる。雨水を集めるチャンバル川の流域は144,591平方キロメートルに広がり、 右岸のパール・バティ側と左岸のバナス側との合流点までを見ると、北緯22度27から道27度20、東径73度20から79度15の、ほぼ区形の対角線を流れていく。その東西と、南はビンディア山脈に、北西はアラーバリーの峰峰に面する。パール・バティ側とバナス側との合流部から下流では、川幅がやや狭まり、 南北をビンディアとアラーバリーの山並みに挟まれて谷を刻む。砂岸に続く急峻なビンディアの山階にはほぼチャンバル川しか水系がない。ナルマダー川と出会うまでのおよそ1 6トルの区間では切り立った川西に中世代の地層が観察でき、より軟質なデーガンの川床には支流が分布する。三角形のビンディア盆地は チャンバル川とウガンのカリシンド川、パール・バティ川が形成したお奇跡層が占め、下流のコーター近辺のトラフへと海抜にして200から270メートルほど降りていく。チャンバル川はやがて合流するヤムナー川あるいは、そのさらに、本川のガンジス川よりも古くから流れる川である。支流に注目すると、ウガンのシプラ川、バナス川、パール・バティ川、シープ川、 砂岩の目地川他17町の流れが見られる。クローフォード説によると、チャンバル川流域は、ビンディア作り山活動の一部であり、古代の岩盤の上におそらくは、カンブリア紀よりも前の分厚い砂岩の層と年番岩、石灰岩層で構成されるという。この川は谷を刻んで昇級と大地をあちこちに残し、流域にはいくつもの氾濫、原、雨の削った、 小規模な渓谷や山峡が波打つように連なる。チャンバル川の上流よりの名はある平野南西部、ラージャスターン州には、旧波動ィ地方の大地が位置し、東には、マールは高原を望む。また、構造地理学的には、主にビンディア断層崖とデカン溶岩大地に分類される。あるいは、ヘロン説を引くなら、東側の山麓館斜面には、 ビンディア高原からアラーバリー高原まで、第4期の薄い沈殿層、攪乱層、河川の搬送物が積み重なっている。侵食地形は少なくとも2層観察でき、いずれも第3期に属する。更新予以降の地形は、ビンディア山脈の高原地方とチャンバルダに、さらにより古いお積層のヒンドースターン平野に識別できる。また、あの地形もチャンバルダに,に特徴的であり、 より時代が古いお積層には、地積学で、カンカーと呼ばれる炭酸カルシウムの沈着した、砕設物が大規模に形成される。チャンバル川で採持する、白襟ハサミアジサシドールプルの国立チャンバル、自然保護区は、北緯24度55から26度50、統計75度34から79度18に位置し、チャンバル川が、ジャワハールサーガルダムから、 チャンバルガーとヤムナー川の合流点にかけて描く壮大な円湖沿いに肉感を指定した。この名前の国立公園の上流側はダムからコーター管外施設まで、下流側はラージャスターン州の化粧イパターンからウッタルプラデーシュ州に入り川口部までである。インド政府は保護区制定の趣旨をインド北部の主要中線に健全な生態系の回復を促し、絶滅の心配される。 インドガビアルを手厚く保護することとして、1978年9月30日付で、国立公園設立を法制化するとともに、その保護レベルを1972年制定の自然保護法第18項に移拠している。また、州政府レベルでは、マディアプラデー主修は1978年12月20日、通達。 ウッタルプラデーシュ州は1979年1月29日通達。ラージャスターン州は1979年12月7日。通達をもって3州で、それぞれ施行した。The ancient name of the charmval was charmunbati.meaning the river.on who's one x leather is dried in due course of time.this river became famous as the river of.charmer and was named as charmunbati. ザエピックイーエヌ、サンスクリットナラティブザイーエヌ、マハーバーラタ、ラファースツーザチャームバルリバーズザチャームニアバティ、リジェネティングフロムザブラッドオブサウザンズオブアニマルズ、サクリファイストバイザーリアンキングイーエヌ、ランティデイバ、チャーマンアーティワズザサザンバウンダリーオブパンチョラキングダム、キングイーエヌ、ドルポーダルールドザサザンパンシャラズ。 アップツーザバンクオブザチャーマンアティリバーアコーディングツーフォークロワザチャームバルエリアワズパートオブイエヌチャクニエスキングダムアンドザディーチェゲームプレイドズラバッツアフターザーテンプティッドディスロビングオブイエヌドラウパディシーカースドエニーワンフーウッドドリンクザウォーターオブザチャーマンアティリバーザスイットイズビリーブドザッドデューツーザカーズバイドラウパディハブヘルプドザチャームバルツーサバイブアンプルテッドバイマン。 アンドイッツメニーアニマルインハビタンツツースライブレラティブリーアンチューチットザチャームワルリメインズワンオブインディアエスモーストプリスティンリバーズ代表執筆者の聖の ABC 順ありがとうございます